はい、皆さんこんにちは。お祭りお楽しみいただいてますか？はい、ここからはですね、体験交換コーナーに入りたいと思います。本日はミラウさんという曲を一緒に踊りたいと思います。では前にダンサー2名います。こちらのお姉さんと一緒に踊ってみたい小さなお子様いらっしゃいましたら、ステージへ上がってきてください。それではどうぞ。はい、練習もありますので皆さんもぜひ上がってきてください。はい、階段でこちらにございます。はい、皆さんこちらから上がってきてくださいね。どうぞ。はい、ステージ広いですのでね、皆さんどんどん参加してみてください。はい、こんにちは。それでは隣のお友達とぶつからないように十分に広がって並んでみましょう。はい、どうぞ。はい、こちら側のお友達もね、ぜひ参加してみてください。はい、階段あちらになっております。皆様こちらからステージ上がってきてくださいね。どうぞ。はい、では皆さん一度両手を広げてみてください。はい、そうです、隣のお友達とぶつからないように十分に広がってくださいね。はい、階段危ないですので、ね、ゆっくり上がってきてください。どうぞ。ではですね、2列になりましょうか。はい、後ろもねたくさん空いてるので2列目にも移動しましょう。はい、どうぞ。はい、では皆さんもう一度両手を広げてみてください。大きく動けるように空いているところを見つけて並んでみてくださいね。はい、では早速ですね、練習に入っていきたいと思います。まずはフラダンスの基本の動きです。右に2歩、左に2歩です。前にいるダンサーの真似をしながらやってみますよ。3、はい、1、2、1、2。そうです、小さなお友達カニさん歩きをしてみましょう。1、2、1、2。今度はこの動きに両手を合わせます。動いている方向に手をゆらゆら動かします。これがフラダンスの基本のステップです。頑張ってくださいね。1、2、1、2。今度は動いている方向に網を引っ張りましょう。力強く2回引っ張ります。はい、この網でお魚をたくさん取りたいと思います。はい、ではだんだん慣れてきたようですので、練習はここまでにします。はい、皆さん応援の拍手をお願いいたします。はい、では早速本番に行きますよ。では右足を出してポーズしてみます。はい、では元気いっぱい踊ってください。キラウソングです。どうぞ。まずは基本のステップです。仲間を呼びましょう。網を引っ張ってもう一度両手を前から広げます。クロスにしましょう。お魚をひっくり返して食べます。網を投げて波です。平泳ぎを2回しましょう。もう一度仲間を呼んで網を引っ張ります。最後は5回引っ張ってみましょうね。は投げキスでポーズです。皆さん大きな拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、それではこれで体験コーナーは終了となります。先ほど上がってきました階段からゆっくり上がってきます。
My